痛いですけど、うん、うん、痛いですけど、うん、でもなんかあの最初のわーっていう感じじゃないですか、ギャーっていう感じではないですよね。皆さん、これが本当のあのあれですよ、あのリアクションですよ、あの嘘じゃないですかね。最初はやっぱりあの痛かったんですけど、うん、ちょっと一連のやつをやってからやる、同じようにやられてもやっぱりちょっと痛いところありますけど、でもあの嫌がることではないです。はい、そうです。これがあの花澤先生のあの精通の技です。はい、本当にリアルです。すごいです。右足つきにしたんですか。いや全然さっきの温度が全然違いますね。そうですね、はい、こっちのなんかもう、うん、あの股関節から下がなんか流れてる感じがします、うんうん、特に膝裏、はい、うんうんうん、まあ、それに比べてこっちなんかもうなんかボタって感じそうですね、膝とかもまっすぐになってるし上がってますね。ああ、やっぱりこっちの方がやっぱりやってるので正気があるというか、そうですね、あのやっぱり見た目的にも良くなってるのが分かる。あ、今度はなんかビフォーアフターの写真撮りに行くのかな。そうですね、ね、これでなんか細くなってればね。そうですね、やっぱりスッキリ感で。シュ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 、大げさじゃないですよ、本当にこうね、細くもなりますよね。軽いですよ。軽いですけどね。やっぱりこっち今悪いですよね。やっぱりね。そうですね。最初は痛いですね。はい、やっぱ優しくやってもらってるのは分かるんですけど、痛いです。ちょい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 。手に一気に汗が出てきましたね。出てますね。出てますね、うん、今だいぶ出てきましたね。出てきました、うん、あ、でも大丈夫ですよね。大丈夫です。ちょっと反射的に動きましたけど、はい、痛いですけどでも大丈夫です、はい、大丈夫です。ごめんなさい、ちょっと大丈夫ですか。はい、はい、おお、でも気持ちいいけど痛い。はい、効いてる。ああ、いや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 いそこから先です。ない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 。はっはっはっ。そう。ああああああ。これ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 。なんだろう。なんだろう小指って、なんだろう。なんで小指ってそんな痛いんだろう。小指一番痛い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 。そこなんですかね。こっちですか。はい、こっち肺です。肺ですか。はい。はい。だから寝れない。寝れない。ああ。冷たいですね。なんかこの。ああ。かかと。この土踏まずから。はい、にかけて、あ、なんかその辺ちょっとなんか痛いですね。そのかかとの付け根っていうか、うん、そのアキレス腱の付け根あたりとか、うんうん、
はいはい、そうなんですよね、左っておっしゃるんですよね。なんかめっちゃカメラを気にしてる私が映ってます、多分。そうですね、すいません。いいえ、うまく編集しておきます。すいません。いや、大丈夫、はい。これもリアルということなんですね。ちょっと痛かったですか、毛。いや、なんかあの、やっぱりやりにくそうだなっていう。いい。今でも普通に流行ってるじゃないですか。ああ、でもそうなんですよね。男性でも、ね、脱毛されてる方が増えてますね。ヒゲとか。でもヒゲって、なくしたら、すごい、あの一生で言うと何年分にもなるぐらい、あの何年、大げさかな、2年ぐらいとか経ったかな。要は毎朝15分があるとしてみたいな。なんかそこに時間使うんだったら、そのすごく節約になるというか、確か肌荒れとかも防げるし、あとヒゲ剃りとかね、その電気管理とか、そう、なんかアフターローションとかね。そうなんですよね。ちょっと高いけど、なんやかんや得なんじゃないかっていう。そうですよね、確かに。おお、効く。すごいですね、毎回。あ、そうですか。うん、ありがとうございます。驚かされます。